世田谷インフォメーション今回は1つ目第37回区民ふれあいフェスタ開催について2つ目心の体温計に新しいチェック機能が登場しました3つ目 年末年始の資源ゴミ収集について、4つ目、郷土資料館季節展、ボロ市の歴史開催についてです。12月3日からの障害者週間を記念して、第37回区民ふれあいフェスタを開催します。表彰式や感謝状贈呈式のほか、 障害者団体、施設による PR、お楽しみ抽選会などが行われます。その他、区内、福祉施設などの自主生産品の販売や、模擬店、補助券触れ合いコーナーなどのさまざまなブースも出展します。開催日は、12月、 3日日曜日時間は午前10時から午後3時ただし表彰式は午前9時30分から行います会場は世田谷区民会館および区役所中庭です天候などにより 内容を変更、または中止する場合があります。会場では、車椅子の貸し出し、手話通訳、文字情報提供、音声案内、多機能トイレ、授乳スペース、更衣室もあります。ご興味のある方は、当日、 直接会場にお越しください。また、ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。イベントについて、詳しくは、区のホームページをご覧ください。お問い合わせは、世田谷コール。電話、5432。 番、ファクシミリ54323100番までどうぞ心の体温計はパソコンやスマートフォン 携帯電話を使用して、気軽にメンタルヘルスチェックができるシステムです。健康状態や人間関係、住環境などの質問に回答すると、金魚や猫などのキャラクターが登場し、あなたのストレス度や落ち込み度を表示します。 今回、この心の体温計にアルコール問題のチェック機能が増えました。飲酒の機会が増えるこの季節、飲酒についてチェックしてみませんか心の体温計の QR コードが区のホームページに掲載されていますのでご活用ください。 お問い合わせは、世田谷保健所健康推進課。電話、5432-2947番。ファクシミリ、5432-3022番までどうぞ。 年末年始は資源ゴミ収集日が通常とは異なりますのでご注意ください。資源、可燃ゴミについては12月31日日曜日から1月3日水曜日まで。不燃ゴミ、ペットボトルについては12月 29日金曜日から1月3日水曜日まで収集しません公共施設での回収ボックス方式による紙パック白色発泡トレイペットボトルの回収は休館日は行いませんまた 回収員手渡し方式による配色用油、食品用透明プラスチック容器、色、柄付き、発泡トレイの回収は12月24日日曜日から1月12日金曜日まで行いません。詳しくは 11月にお配りした資源ゴミの収集カレンダーをご覧ください。年末年始はゴミの量が多くなりますので、分別の徹底にご協力をお願いします。お問い合わせは清掃リサイクル部事業課電話 五四三二二二八七番。ファクシミリ五四三二三零五八番。または、お住まいの地域の各清掃事務所までどうぞ。 今年も12月と1月の15日、16日に、ボロ市通りで世田谷のボロ市が開かれます。これに合わせて、郷土資料館では季節展、ボロ市の歴史を開催します。開催日は12月12日、 火曜日から1月28日日曜日。時間は午前9時から午後5時。ただし入館は午後4時30分までです。1月15日を除く月曜日、12月23日。 12月29日から1月3日、1月9日は休館します。会場は郷土資料館です。天正6年、1578年、北条氏政の 楽市置手書により始まったとされる世田谷のボロ市について関連資料を展示しその歴史を紹介しますご興味のある方は当日直接会場にお越しくださいお問い合わせは郷土資料館電話 34294237番ファクシミリ34294925番までどうぞ <music>